本堂善光寺は、岐阜県岐阜市にある新言宗大御派の寺院。三号は、愛護山。本尊は、善光寺如来。善光寺安上院とも言う。通称は、岐阜善光寺、稲葉善光寺。美濃四国第一番札所。2015年4月24日、信長公のおもてなしが息づく、戦国城下町、岐阜の構成文化財として、日本遺産に認定される。 善光寺の本尊は、甲州征伐後、織田信長の手で、天正十年三月に、岐阜城下の稲葉神社の近くに移された。しかし、同年六月二日の本能寺の変により織田信長が、亡くなると、織田信夫により終わり国寺目寺へ移される。善光寺如来は後に、徳川家康の手に渡り、唐と海国の家も長寺へ、さらに慶長二年、豊臣秀吉の手に渡り、 宝光寺の本尊にされる。翌慶長三年、品濃国に戻る。信長の孫、織田秀信が、かつて禅光寺如来が祀られていた地に那覇、禅光寺堂を建立し、禅光寺如来の分身を祀ったのが、始まりという。建立時期は不明だが、織田秀信が、岐阜城主であった、文禄元年から慶長五年頃と推測される。江戸時代初期、禅光寺安城院に改称する。 全光寺由来の分身は安城院と万願寺で交代で守られていたが、明治元年に廃仏希釈、神仏分離のため万願寺は廃寺となる。本尊は安城院単独で所有することとなる。明治24年の農美地震により本堂は全焼し、現在の建物は大正元年に再建された。ありがとうございます。